めいちゃん、めいちゃん、こんにちは、こんばんは。ワンマンライブが近すぎてドキドキしてます。どうなるかね、ワンマン。会いに来てくれる方を楽しみにしてもらえたら。ゆきちゃん、やっほー。と寝てたね。あれ、めいちゃんがサーティワン食べてて動かない。今日はラジオ、理由はあるよ。髪の毛が変わったんですよ、色が。なので、まあ明日見る人のお楽しみということで、楽しみにしててください。ココちゃん、やっほー、こんばんじゃい。明日見た人がわーってなるのかな。まあなるかはわからないけど。タコちゃん、こんばんじゃい。今日も好きだった、ありがとう。明日も好きでお願いします。そう、髪が変わりました。髪が変わりました、髪の毛の色が変わりました。会いたい、たいたい、言えたいが、何それは。急げば2部は配信が見れる。お、ぜひ見てね。こちら、リトちゃん、やっほー。いや、もうね、楽しみですよ。すごく。すごくすごく楽しみではあるが。皆さんにもこう楽しんでもらえたらいいなと思います。よし、なんかゆうみちゃんに、ね、ゆうみちゃん、急なゆうみちゃん、ゆうみちゃんがどうしたんだ、ゆうみちゃんがどうしたんだい。今日も暇すぎてライブ行ってた。え、ちょっと、もしもし、ビー玉さん、こんばんざい、こんばんざい。はぁ、うま、水がうまい時期ですね。いや、でももうワンマンかって思って、なんかすごい早く感じちゃう、ワンマンライブが。なんかもともとなんか1ヶ月に1回はやってるわけじゃん。だけどなんか、なんて言ったらいいの、あ、もうワンマンライブかって感じがするから、すごい早いなーって思います。明日会えるね。ね。明日はどうにもこうにも。もしもし。はいはい。ちょっとリトちゃん、メイにも会いに来てよ。パンダちゃん的におすすめがあるってユミちゃんに言われた。なんだろう、それは。キシさん、こんばんだい、こんばんだい。まあ、みんなにね、楽しんでもらえるセットリストだったりなんじゃないかなと、個人的には思っているので、楽しみにしていただけてたら嬉しいなと、思います。明日会えちゃうね。体がバキのバキって感じ。すごい体がバキバキ。何のことだかは分からないけど、配信見れるように頑張って。会いに来てくださいね、皆さん、ぜひぜひ。あいまる、こんばんは、ありがとう、来てくれて。今日やってたら真面目に行けたんだけど、明日から来月10日まで休みがない。なんだって、なんだって、あなた嘘でしょ。
メイタンとの記念日は5月17日と分かってポ。5月17日明日のために仕事を頑張ってきたところがある。頑張ってくれてありがとう、本当に。頑張ってくれてありがとうだよ、本当に。さっきまでね、ちょっとだけ落ちてました、私は。あ、気分がじゃないよ、物理的に。ワンマン頑張る、ありがとう、アイマール。うん、テリマカシー。明日は日勤夜勤です。嘘でしょ。5月17日のメイタンの配信にたまたま入手してフォロー。え、そうなの、ありがとう。鈴からささバンザイジャパンに行ったの、ありがとう。バキコちゃんかわいいわね。謎謎だな。いや、もう体がマジバキバキ今日は。おかしないよ、もうバキバキを超えたバキバキって感じ。もう体が私はバキバキですって言ってる。嘘は言ってませんよ、事実です、事実です。みはおはよう、おはよう。メイジアイは5月17日が記念日。うえー、そうなんや。ハウス記念だね。久々のラジオ配信でなんか感覚がつかめない。ひょっ、ヘッホッ、ごちそうさま。はい、ササは7月30日だから。あ、じゃあ全然メイの方が先なんやね。ラス、ありがとうございます。なんか冬って洋服めっちゃ着るから肩凝るんですよ。わかるかな、わかります。そうだよ、そうだよ。え、わかる？なんか重いアウターとか着ると肩が凝るんですよね。なんかすごいすごい凝る。あとマフラーつけても凝るから、なんかマフラー苦手なんですけど。でも今年の冬は寒いみたいやから、なんかどうにかしてね、あったかい格好をしなきゃなと思ってます。11月17日で半年。お、半年記念日。カレカノみたい、カレカノみたいだ。イエーイ、ハロマフラーは首を締め付けちゃう。それは締めすぎなんじゃない？ノンタティアンバンバンバ。記念日大事なの。記念日いいよね。記念日を大事にできる人に私もなりたい。ラストメイちゃん、この髪色ラストメイちゃん。思えば結構長かったんじゃないですか、多分。長かったよね、この髪色。いつからかな、なんか結構長い、いい子とこの髪色だった。今探してる。これが朝やから。これ、ここや。
8月10日からこの髪色ですね。8月10日にこの髪色になって、そこからって感じ。なんかちょこんとしてる。エサーラ切った？何色が好き？メイ何色が好きなんだよ。なんかね、あんまね、色で好きとかあんまないのかもって最近は思いました。青とか好きですけどね。寒色が好きだったけど、ランデージャパン入って赤とかを身につけるようになってから赤が好きになったりとか。でも洋服で選びが、あ、最近洋服白いの買いがち、白のもの買いがちですね。しゅうちゃん、ジリさん早いよあなた。もこもこちゃんが、ああだってこれ黒髪でしょ。毎記念日毎回張り切りすぎてネタ尽きてくる人。何が面白いんですか、記念日をこう盛り上げるには。お手紙を書くとか、気持ちを伝える的なね。なんかすごいね、髪色がチャラいんですよねこの時期。いい写真がない。すごいちょこんとしている。こういう感じで撮影してますいつも。メイタンが気に入るかわからないけど、できる範囲で画像を作って、ありがとう。でも絵めぐりとか好きですよ。大事な色ではある。かわいい、ありがとう。お仕事頑張って。節目の記念日にはお手紙あげたね。えらい。毎回少しのプレゼント、キットカットとかいいんじゃない。超かわいくない、キットカットにメッセージ書いて。すべての全員社名が届きました。お、いいね。え、キティちゃん衣装かわいいよねこの衣装やっぱり。でもこれ気づいてる人いると思うんですけど、ここの写真の衣装のこの写真、実は帯と髪飾りとあの衣装のデザイン、ちょっと目今着てるやつと違うんですよ、色とか。フォルダが大変なことに。絶対それね、あのちゃんとデータを保存してやった方がいいと思うよ。このキティちゃん衣装で、アザラは髪飾りも違うし、衣装のそのなんていうんですか、白いとこあるじゃないですか、そのそこも色がちょっと違くて、でオーガンジーの部分も色が違うし、あと帯の色も違います。別のものになってますね。これ髪の毛染めたての時なので、まあ、ちょっとまだ暗めな感じですね。なんで変わったの？なんかこれが形は3つあって、そっからこうなんていうの、帯とかいろんな種類を作ってくださったんですよ。でなんか同じ種類だけど違うデザインみたいな、まあ、本来のバンザイジャパンの衣装もそうなんですけど、紅白衣装もカラフルも布は一緒なんだけどデザインがちょっと違うっていうのがあって、今回の衣装もそうなりました。でなんかその種類全部持ってきてくださった時に、あのどの番号、その例えばメイはこの2番のキティちゃんの衣装を着るっていうのはこう決まってたんですけど、
その中で一回着てみて、あ、こっちの帯の方が似合うねみたいな感じでこう変わりました。メイがガッツし本当に全部一緒なのはフミだけかな、デザイン的には。でもフミとメイスカートの質が違うから、そういう意味では誰とも被ってないかなって感じです。髪飾りも違うしね、フミとは。ただこのオーガンジーの色とかは一緒って感じ。エミノがねイベントしてるからね、ぜひ応援よろしくお願いします。できるだけやってるけど、できるだけありがとう、できる限りでいいんだよ、本当にありがとうございます。ハロウィンの曲が頭から離れ、なんですよ本当。汗っかきメンバーはキティちゃんだから濡れて大変。あの本当にびちゃびちゃになるんですこの衣装。みんなもう知らないと思うけど、マジで背中のところとかもうびちゃびちゃ、びちゃびちゃを超えたびちゃびちゃよ。フルしてコメントできず、あるま早く明日ね、早く明日になって、もう明日にはなってるんだけど、あとみんなに会えるのは数十時間後、十何時間後か。やんね、早く明日になってほしい。メイも、マジオさん、おつめいちゃん、ワンマンの成功仙台から祈ってる、ありがとう。配信は見てくれるのかな。きっと明日ユサーラに会いに来る人はびっくりすると思う、してくれると信じたい。寝坊した、ちょっと、もしもし、起きて、ちゃんと起きて。みちゃこちゃんも可愛いよね本当にね。でもねマジで汗って感じになっちゃうから大変です。みーたんに会えるのかな。僕会えるよ、伊沢らがアイドルしてる間に会いに来てくれたら絶対会えるんで大丈夫です。結構イージーよ。GTR さん、こんばんざい、こんばんざい。オタクが多すぎて寝れない。何人いるのあなたの家今、何人いるの。めいちゃん好きすぎて寝れない、ちょっと待って、オタク多すぎて寝れないのコメントの次にそれはダメだよ、せめて逆。めいちゃんに会いたすぎて寝れないからのオタクが多すぎて寝れないって、おいおいおいってなるけど。はみだぶち美味しかったよ、ハミダブチ。トリチューも美味しかった。私はダブルチーズバーガーしか食べないんですけど、マック基本的に。もうそれが美味しすぎて、いつもケチャップ多めにするんですけど、ケチャップが少ないのよ。ケチャップが好きだからケチャップが好きなんですけど、多めにしてるのに少ないんですよ。これは由々しき事態ですね本当に。大好きありがとう。今のなしでめいちゃんに会いたすぎて寝れない。はあ、でもコメントのログには残ってるけど見なかったことにしとくね。早く会いたい本当に。めちゃめちゃやべえかった、ダブチ、ダブチめっちゃやばい。でもトリチが美味しかった。でもトリチはそのだから上からケチャップをかけないとダメかな。おう、海外出張行ったらいいんだって。2週間のあれは大丈夫らしいよ。今回もすみませんが、どうした、この花頼む、頼まれてほしい本当に。この花桜姫は果たしてあるのか。まあ今冬なんですけど、
さあどうでしょうね。トリチ、トリプルチーズバーガー、トリポーです、トリポー。今日風呂入らないからさ、明日の朝早起きです。ないです、解散。ちょっと集合集合、ちえちゃんにお願い。あ、もう送ってたよ。なる、なるほど。何が？あ、トリプルチーズバーガー。のぞちゃん！リアルめいっ子相手してるからリアルタイムでは見れないかも。あ、すごい。めいっ子ちゃんいるの？絶対かわいいじゃん。すずはちゃん、やっほー、んぴ、んぴ。元気かい？こないだは会いに来てくれてありがとね。ありがとうです。遅くなってごめんね。うん、全然よ、ありがとう。このあとメイクを落として、まあメイクも大してしてないんですけど、寝ます。準備してから寝るのを目標にする。なんかもう最近はもう全然なんていうの、寝てないからワンバン前、これは寝なきゃって思って頑張って寝ます。元気だよ、メイさん好き好きになってる。お、好き好きになってる。でもこの間会った時にね、それは伝わったから、メイも好き好きを返せるようにね、ラブラブチュッチュですね。今日ニット着たの、寒くてアウター買っちゃった。ノリでアウターを買いました。お店のお姉さんが上手なんだもん。似合いますよとか言って、は、ひ、ふ、へ、ほ。店のお姉さん上手すぎてね、アウター買っちゃいました。どうしよう。いや、本当に寒い。最近耐えられない寒さが。え、びっくりするぐらい寒くて、なんかしかも日中は暖かいのよ。朝と夜がマジで寒くて、え、そう、パーカーだけじゃ絶対寒いと思う。メイは今日ニット、厚めのニットで行ったんですよ、お外に。で、行けるだろうと思ったら全然行けなかったよね。寒すぎてもう話にならんかった。弱装備すぎた。なので上から上着を買って帰りました。上着を途中で買うというミッションを行ってしまった。負けず嫌いの小2です。小2です。小学校2年生いいね、かわいいじゃん。ミサラは今日ロングのパンツにニットでした。え、今日寒かったよね。もうこれは冬だと思って、そして認めたくないけど花粉症かもしれん。くしゃみ出るし、何やろう、口の中かゆいし、目がかゆい、何より。終わった。私花粉症口に出るからやなのよ、口の中かゆくなっちゃうの。口の中が本当にかゆくて。いくはちゃん、こんばんない、ありがとうございます。チラリズムしてくれてる、ありがとう。それはやばい。いや、あの畑の日に開花した感じですね、多分。あ、畑10万ボルトファム、落合陽平の10万ボルト TV の企画の中の10万ボルトファムという企画の方に参加させていただいておりまして、先ほどその映像が YouTube に公開されてたので、ぜひ18時、本日の18時ですね、公開されてたので、ぜひ見てもらえたら嬉しいなと思いますし、YouTube のコメントとかもね、いっぱいしてもらえたら幸です、幸です。ワンマン鼻水飛ばしながら舞いますか、やばー。本当にやばい。人参美味しかったです、甘くて。
甘くて美味しかった。焼きそばすごい美味しかったです。なんかただ焼きそば食べた人みたいになってるけど、でもちゃんと畑をその現状回復するのに何時間かマジでずっと頑張ってたので、あのカットされてる何分にまとめられてるけど、ほんと数時間やってるんで、ちょっと、しかもその日あのクラブチッタ川崎でライブしたじゃないですか、その日だったんですよ畑。だから朝早いって言ってたやん、だから畑してから行ってきました。ライブタットさん、晩は晩はやっほー、こんな感じでアーシャは撮影されたって感じですね。なのでこういう、なんだろう、写真とか楽しんでもらえてたら、まあ衣装大好きなんで、この衣装、いやみんな多分びっくりしちゃうわね。こういう髪型を明日はしたいなって思ってるけど、できる気持ちがない、なんかできなさそうだから見納め。明るみちゃん、まああんま変わってないかもしれない、みんなから見たら髪の毛。楽しみにしててね。これは昨日のレッスンですね。楽しみにしててください、みんなさん、ぜひお楽しみにしててね。まあ、好きな人は好きやし、好きじゃない人は好きじゃないかもしんないけど、キャワなんで、お楽しみに。もう写真がないのよ、みんなに見せられる。赤インナーが懐かしいですね。髪型とか色が変わってる子が多いから楽しみ。そう、メンバーみんな髪の毛が変わってたから皆さんきっと明日びっくりしちゃうと思うんですけど、まあそういうとこも含めてね、楽しんでもらえたらいいかなと思うので、よろしくお願いします。です。それぐらいかな。そんな感じかな。キュンです。明日行ったらしばらく会えなくなるかもしれんので、焼き付ける、焼き付けてください。ナンシーさんこんばんざい、ハッピーハロウィンです。そうです、です。ということで、じゃあそろそろ配信の方終わりたいと思います。なぜなら明日の準備を全くしていないからです。しろっていうね。ということで明日の準備を開始したいと思います。皆さんぜひ明日会えるの楽しみにしています。以上、バンドエイジャパン石川家の伝道師リーダーの安原芽衣でした。バイバーイ、おやすみ。安定のスロースターターです。頑張って早く寝て明日早起きします。ヘイチさん、おつめいちゃん、おつめい、おつめい、バイバーイ。